ベガルタ仙台の一戦です。互いに勝ち点3を奪えるか、大事な大事な一戦となっています。岡山の選手はサポーターにも会場で配布されています。さあここは落としてエベルトンから豪華から斉藤学ぶ、運ぶことができる、ボックス内シュート、これはジャストミートはできませんでした。まあ、どういうボールを出してくるかというところですね。柔らかいボールを出してきた、頭でいく、若さのヘッド、まあ、今いいボール、いいタイミングで若狭選手も入ってきましたね。さあもう一度岡山ボール、チアゴアベス、坂本伊佐キープして左に広げて高橋、ボックス内シュートでいく、こぼれた、ただこれはしっかりと握ったゴールキーパー林、通っていればというシーンではありましたね。はい、それこれは先ほどのシーンですかね。はい、まあ、チアゴ選手、坂本選手の関係から高橋選手でした。右で呼んでいるのはハチスカ、そのハチスカです。対応しているのは岡山高橋、ファーサイドに上げていく斉藤、頭で落とした。そろそろ選手交代があるかというところです。さあこの位置にハチスカ、対応しているのは岡山田部井です。ファーサイド高いボール、ホヨンジュ頭で落として柳が対応する、ただこぼれ球内田、ボックス内クロスを上げて松崎には通りません、田部井のクリアです。さあ斉藤に渡ってグランダーのボール、ただここは対応します本山、チアゴが倒されていますが豪華から右に広げて加藤千尋、ボックス内シュートできた、堀田ファインセーブ、見事に防いだ堀田。まあ、今一つここ中央で豪華選手が起点になって加藤選手、そしてこの八塚選手のオーバーラップがあったからこの加藤選手が中に行けたと思うので、この2人の関係性というのは非常に良かったですね。内田に通っています。さあここは広げた岡山の若さが対応している、クロスを入れた加藤へのボール、左サイド木村が果敢に運んでチャンスを作りました、ルカオに移っている、ルカオシュートでいく、わずかにバーの横、